邪魔します。おおもうテレビがやばい。映していいの？これいい、全然いい。うわこれはこれは何型これ？75だ。うわすげえ。これ誰がしてんのこれ？すげえいいけどこれすごい綺麗だね。慣れとるね。しかもめちゃめちゃ来るでしょ。だるまっぽいのがなんかだるまがいっぱいおるな。私好みにしか入れてない。だけど誰のか分かんないねこれ。これ誰がやってんのこれ？これ。私。よし。いや今じゃないけど。質問を。じゃあ分かった。分かったの。分かった。あの中に流木を入れていいか入れちゃいけんか。いいよ別に入れても、俺が答えただあの弱酸性とかになるけど。いやでしょ、うん、でも入れたいんだけど。入れてもだけど死ぬことは多分ないと思う。俺は入れとる別に普通に。あちょっと待って、もう腕が違っとった。もう終わった腕が違っとった俺と。あこれ一条工務店なんで皆さんおすすめです。一条工務店、はい、はあ、そういうことメダカ飼うには最高です。なんかもうメダカを飼う飼っとる人用のその家を設計すればいいじゃない。すっきりとしてなんかあれみたいな家の。いやー素晴らしいですねこの光がもうさんさんと。うん、めちゃくちゃでもカットするかもしれない。寄ってきてくれる、うん、すごいよこのこれ。餌は結構いつもやっとるね。いつもやっとる、うん、慣れとる。あ、エビおるの。なんかサバっぽいのと。サバ、うん、やばいね。何がやばいの？サバはでも違う。あれミキの夢中さんのイベントの9時です。でもあれ行ったの？行きました。なんかマジで行ったの？行ったの？行きましたよ。サバンナさんのあれに映っとるよね。本当だ。 YouTube になんで映ったの？全然ちょっとよ、ちょろっとこういう感じじゃなくて。あ、こんな感じじゃない。こんな感じじゃなくて、あの入る時にね。それならいいね。がっつりだったらもう全部カット。いや別にあれなんだけど、関係ないけど。え、こっから入るの？全部こっから入る。そっからでも入りにくいぞ。じゃあこっから入る。いやいや、ちょっとそう、メダカの研究室です。これはいいね。このライトがいいんだよね。それなんかいいよ。なんで知ってるの？これは何だったかな。YouTube。多分 YouTube。YouTube の影響がすごいね。とりあえずなんでも YouTube。このライトも？いやこれは爬虫類用じゃないの？これ。これ植物育成ライト。何？どうしたの？かゆいの？かゆい、かゆい、かゆい。え、何これ？こういうの？それ YouTube？ いやいや、それはちょっと考え。これいいじゃん。稚魚がね、顔映したいわ。いいね、はい、それはちょっと映したいな。これ真似するよみんな。真似してください。100均なんですよ顔。いや、まあ、顔誰がこれやったの？私それ分かっとる。大体ない。慣れてきたな、だんだん。いやー、ここは何種類？あ、いろいろなんだ。そう、これも親で、うんうんうん、今年ぐらいどうかな。綺麗
しとるな。あそこも入ってない。あれは入ってないでしょ。あそこあれはろ過装です。うん、待ってな。次どれでしょ。室内で産卵させるコツは。はい。え、キュンチュン。カメラ面白いことか。書いてある。書いてある。え？室内で産卵させる。あ、室内。室内で。おお、これ。室内で。ラッパーみたいな。産卵させるコツを教えてほしいです。はい、コメントを入れてください、はい、入れてください。コメント返すのはどっち。え、返さんときに。え、誰が返してる。どっちか。私がね、うん、私が